こんにちは、ダイレクトナイスタジオの広島です。今回は作曲をするときにとても大切なコードとメロディーの関係、これについて紹介をしていきたいと思います。それではやっていきましょう。実際によくある例なんですが、作曲をしていてメロディーは浮かぶ、そして、そのメロディーに対してコードもつけられる。で、できた感じは悪くはないけれども、果たしてこれでいいのか。さらには、もうちょっとこのメロディーに、適したコードがあるんじゃないかという、相談をよく受けます。この問題を解消するためには、コードとメロディーの関係、これを知ることになります。これはどういうことかと言いますと、例えばですね、一つ例としてメロディーが、というメロディーがあったとします。これは実際ですね、サラ・バレリスというアーティストのラブソングという曲、これをキーをですね、C キーに、落としたメロディーなんですが、パッとメロディーを聞いてかっこいいと思いますか？もう一回いきますよ。このメロディーだけを聞いて、うわ、かっこいいと思う人は少ないんではないでしょうか。実際に、このメロディーができて普通につけようとすると C コードからタンタン F コード、また C コード、 G コード、だいたい、メロディーに合うコードといってもだいたいこんな感じになるんですね。これでもし歌って Head under water and tell me to breathe easy for a while とやってしまうと何の変哲もなく面白いサウンドにはなりません。しかし実際原曲ではですね、これに2マイナーの Head under water and tell me to breathe easy for a while という乗せ方をしています。先ほどのメロディーだけで言うとすごく単純なんですが、それに乗せるコードがいい感じになると聞こえ方が変わるんですね。このようにコードとメロディーの関係を自由自在に操ることができるようになると作曲のクオリティは格段に上がります。それでは実際の練習例としてどのようなことをしていけばいいか実際やっていきましょう。まずですね、バックが C コード、この C コードをバックにどのようなメロディーが当てはまるかやっていきましょう。ラー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 などのようにこのコードトーンのメロディーに行きたくなるんですね。これが通常の感覚です。これはどういうことかというと C コードという川があったと考えてみてください。そして C コードという川の中に、カッパが入ったとします。そうするとですね、カッパはもちろん川の中なので気持ちよく泳げますよね。だけどずっとその川の中にいるだけの生活が楽しいかというとそうでもないんですね。それなので、川から、岸辺、ちょっとチャレンジする岸辺、そして、陸というちょっと3つの、タイプに分けて実際どのように変わるかやってみたいと思います。まず C コードバックにこのドミソのメロディーを歌う。まずはじゃあ C コードバックにドの音、このここから考えられるメロディーを何か考えてみましょう。例えばまあ一番単純な例で、ドはドーナツのドみたいな、ドレミドミドミ、まあ何でもあると思いますが、乗せてみます。そしてこの時に、それぞれのイメージを自分でつけることです。例えばドはドーナツのドのような感じというのはまあ安定してますけども、ちょっと退屈と言いますか、まあ面白みもない感じに聞こえると思います。それでは次は、この C コードバックにミの音、サードから始まるメロディー、何か考えてみましょう。例えば幼い微熱を、これは最初のメロディーがサードでしたね。他にも他には少年時代なんかもそうですね。夏が過ぎ風あずみなどというのもサードです。
この C コードバックにサードを乗せた時の音は、ルートとはちょっと違って華やかな感じに聞こえませんか？これは僕のイメージなんですが、皆さんも自分なりのイメージを立ててみてください。次は C コードバックに G フィフスの音です。このメロディを考えてみましょう。例としましては、ビートルズの Hey Jude なんかそうですね。 Hey Jude Don't make it burn、Let it be なんかもそうですね。When I find myself in time to travel As a Mary comes to me なんかもそうなります。この C コードバックに5度の音、これを当てるとですね、少し力強いような、サウンドに聞こえると思います。この3つの音、ルート、サード、フィフス、これはもうコードの中なので絶対安全です。なのでカッパとしては気持ちよくスースーと泳げる感じですね。それに対して次は岸辺、少しだけカッパがずっと川の中にいるのではなくてちょっと冒険するような感じです。 C コードバックにまずナインス、これをやってみましょう。レミオロメンの粉雪なんかがありますね。これは C コードバックに粉雪舞う季節はというふうに当ててます。ビートルズのイエスタデーもそうですね。イエーイエスタデー All my troubles seem so far away で、この時の、ポイントなんですが、カッパは岸辺にずっといられるわけではないので、ちょっと冒険をしたら必ず安全地帯の川に戻ってくるというところです。ですのでこのナインスの場合だったら、ルートのドもしくは上のサードに必ず戻る法則になってます。今のレミオモロメンの粉雪もこんなゆっとこんなゆっと下がりましたね。イエスタデーもYesterday というふうに C に戻ってます。これがですね、もし Yesterday この2音が逆だったらどうなるでしょうか。 Yesterday となってしまうとうげーという気持ちいい感じにはならないと思います。逆にルートからサードに行く流れもありです。それでは次に C コードに対して F の音、このイレブンスの音なんですが、イエーイなんて乗せるとちょっとあもうかなりきつい、気持ち悪いというよりはずっとはいられない音になります。ですのでここから必ず今回戻るのは半音下のミの音に戻ります。で結構テンションもきつくなるんですが、逆にこれをうまく利用することで、インパクトの強いコードとメロディーの関係を作ることもできます。桑田佳祐さんの津波なんかがそうですね。見つめ合うと素直におしゃべりできないと、ものすごいインパクトのあるメロディーに聞こえると思います。もしこの関係性をわからなくて全部コードのですねインサイドのメロディーを歌ってしまったらどうなるか。見つめ合うと素直におしゃべりできないなどというようにだらしない感じにちょっと聞こえるようになると思います。このカッパにとっての岸辺ゾーン、これはカッパにとってはワクワクするところなので、うまくこのコードに対してメロディーを乗せることができるととてもインパクトの強い感じになります。そして、この左側に書いた、陸ゾーンですね。この陸に関しては、それ以外の音なのでかなりきついです。例えばですね、 C コードをバックにもしこれ今ですね半音上の C シャープもしくは D フラットどちらでもいいですけど聞いてられますか。こんなのメロディーとして成立しません。しかし一切使っちゃいけないかというと、ものすごく音感を短くとか、軽感音で使うと逆にいい味になったりしますよね。半音下ぐらいから軽くトラーンと入れてトラランタントラランタなどのように入れるんだったらこれは OK です。
このように、カッパにとって、どの場所だったら安定で、そして、どの場所だったらちょっと不安になるか。これをちょっとわかりやすいように、川、そして、岸辺、そして陸ゾーン、というふうに、分けてみました。この関係性がですね、分かってくると、逆に言えば、シンプルな、コードの中でも、いろいろなメロディーをつけることもできます。マルーン5のサンデーモーニングなんかがそうなんですが、ずっとコードとして2-5-1しかやってないですね。コード進行はずっと同じ。なのに A メロ、B メロ、サビということを感じさせてあげることができるんです。これは、コードはずっと一緒なのに、当て方、そしてリズムの入り方が変わっているからこそできるゲートで、かなり難しいと思います。最初の A メロが、Sunday morning, raining, falling.Still sun covers sun skin と入って、そして B メロが The girls are crazy living again How can I to do Now I got it here so long Can I be cool with my new と入っていく。そしてサビが Cause maybe all I need だけ she is all I need というふうに、入って A、B、C。このような楽曲制作もできるようになっていくと思います。コードとメロディーの関係が理解できるようになってくると作曲の幅が格段に上がると思います。ぜひ試してみてください。それでは失礼します。